drop a house on my necklace. Roll with killers, that's reckless, cause my lifestyle's excessive. They see me getting bread, they trying to figure out my method. She got an ass on her, and I told her it's impressive. Roll with me, only baddies in my section. Send the pictures on these hoes, cause they did not get the message. Now my haters hella mad, cause they been counting all my blessings. They saying your time is money, and I'm counting every second. And you better not waste my shit. I'm way too high off life, somebody lace my shit. Hors d'oeuvres with the strip, you gotta taste that shit. Move like a boss, who make it plays like this? And I've been trying to put my family on, cause you don't feel it, and you're selling to your family gone. And you're back against the wall, and you the only one. But you ain't tripping off, now you about to get it done. Hey, and I don't care about what they say. Come from a place where we pray for better days. Get it how you live, yeah, that's the only way. Hop off the porch, then you make your money play. はい、エキスポ2025ステージ、ゲストはリルリーグの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてまあもう目立ってますけど、はい、大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクも駆けつけてくれました。よろしくね。かわいい。よろしく。うわすごいわ、ね、初めて見た。よろしくね。あでもこういう感じか。こういう感じか。よろしくね。よろしくね。よろしくね。ちょっと怒ってるよ。よろしくね。かわいいですよね。かわいいけど、うん、そのこっちのよろしくねっていうのこっちのタイプのあれだから、そうこっちのタイプだ。どっちのタイプ。なかなか大変ですよ。いや素晴らしいですからね。ミャクミャクは去年も愛媛に来ているんだよね。どんなことをして遊んだの？去年の6月に愛媛に。いいやめろ。何やってんの？どんな声だ。何やってんの？いや僕がね。一応ミャクミャクのなんか通訳ができるということで、じゃ あ, あの普通に喋ってくれ、聞き取りづらいミャクミャクだけ映しておいてくださいね。ミャクミャクが喋りますよ、はい、去年の6月にそんな声じゃねえだろ。そんな声じゃない。ちょっと怒っちゃった。ミャクミャク怒ってる。そんな声じゃないもんね。言ってくれ言ってくれ。去年の6月に愛媛に遊びに来たんだよ、うん、愛媛県の知事さんや愛媛県イメージアップキャラクターみきゃんともお友達になったよ。あら今回は TGC が四国に初上陸しためでたい日だから会場に来てくれたみんなにはタイ料理を食べて夜は道後温泉で歴史を感じながら体を癒してほしいな。だってあーみやくまくも噛むんすね。ミャクミャクもちょっと、ね、ミャクミャク噛む、ちょっと噛んでましたね。はいはい、河本さんはミャクミャクの言葉わかるんですね。わかるんですよ、僕だけ。おお、はい、台本に書いてある。それ言わないやつです、それ。それさあ、岡尾さんは行ってみたい場所や食べたいものはありますか？はい、はい、そうですね。僕マトラはさっきミャクミャクも言ってたんですけど、うん、あの道後温泉に本当に行きたくて、うん、それこそ、ね、あの昨日入ったんですけれども、はいはいはい、路面電車が走ってるじゃないですか。そこにあの道後行きって書いてあって、あらそのまま飛び乗って行きたいぐらいメンバー6人で行きたいなと思って。でもそういうわけにはいかないですからね。そうなんです。また時間あるときは絶対行ってほしいですね。はい、してください。皆さんで仲良くね、はい、ぜひ行っていただきたいですね。はい、そして大阪・関西万博がいよいよ9ヶ月後2025年4月13日に開幕します。うんうん、中村さんは万博にどんな期待をしていますか？はい、いやそうですね、やっぱ日本の文化だけでなくてやっぱ海外の方もたくさんもう集まる注目するあのイベントというか万博ということなので、なんかいつか僕たちがなんかアニメとかで見た世界とかがなんかそういうところで垣間見えるとなるとすごい楽しみですし、なんかそれが実現できる日がなんかどんどん早くなってくるのかなっていうのはすごく感じているので、すごく僕も万博行ったことがなくてまだ、うん、だからちょっと今回は自分も行けたら行きたいなんていうのはすごく思ってます。うん、4月13日もうすぐですもんね。はい、うんうん、実は今大阪・関西万博の入場チケット購入者を対象としたプレゼントキャンペーンミャクミャクポンがスタートしています。ミャクミャクポンは万博 ID を登録して2024年10月6日までに入場チケットを購入した全ての方を対象に抽選で豪華景品が当たるプレゼント企画なんです。なるほど。入場チケットの年齢区分別に万博会場だけでなく会場外の加盟店での決済に利用できる、うんうんうん、エキスポ2025デジタルウォレットの電子マネーミャクペやキャンペーン限定デザインのグッズ詰め合わせが合計5000名に当たります。いやすごいな、ミャクペ、ミャクペがあるんですね。いやこれは気になりますが、山田くん、はい、これ
気になるパビリオンはって書いてあるけど、分かる、いけるのかな。いや、そうです、もちろん、調べさせていただきまして。ああ、すごい偉い、はい、偉い。日本だけじゃなくて、今回世界各国でもパビリオンがあるということで、うん、イタリアパビリオン、イタリアパビリオンが、なんか芸術は生命を再生するみたいなこと書いてて、まあ、僕らもね、アーティストとしてこう日頃ファッションだったりとか、うん、いろんな芸術にこう触れるようにしている分、うん、なんかこう芸術っていうちょっと似通ったところから、うん、こうやってね、世界に発信していけるものがあるんだっていうので、すごく僕イタリアパビリオンのそのなんていうんですか、テーマを見た時に、あ、やっぱ万博ってこういうものなんだなっていうのをすごくこう感じましたね。これは素晴らしいな、はい、素晴らしい素晴らしい、調べてますね、100点満点の回答、通ずるものがあると素晴らしいんですが、いわきくん、はい、これまさかの、パビリオンです同じ質問が似てますか。さっき100点取りました。まさかパビリオンであります、パビリオンパビリオン、そうですね、全部取られちゃったそうですね、僕自身関西出身、大阪出身なので、地元で関西パビリオンっていうのがありまして、そちらの、はいはいはい、なんだろう、切り絵だったりだとか、プロジェクションマッピングみたいなものを通して、こうアートを通してこう文化だったりとか歴史みたいなものを学べるような場所なので、すごく自分自身楽しみですね。いやー、はい、素晴らしい。僕らだけがぼーっと生きてるだけだよこれじゃ、ほんとにちゃんと考えてそんなことない、そんなことないでしょ。いやでも楽しみ、作品にも生かそうとね、してるわけですから。素晴らしいですから、いや楽しみですねこれ本当に、ね、本当に、どんな体験ができるのかね、楽しみですよね、うん。万博は新しい技術や商品が生まれ、生活が便利になるきっかけとなります。これまで TGC でも紹介してきましたが、1970年大阪万博ではワイヤレステレフォン、電気自動車、動く歩道、うん、自動改札機などが発表されていました。2025年はね、どんなものが出てくるでしょうかね、山田さんは気になっている技術や商品がありますか。山田くんばっかり、大変だろ山田、行けます、大丈夫ですよ。2025年どんなものが出てくるかあります。いや、そうです、空飛ぶ車がなんか前ニュースになってて、あった、確かになんかもう会場内で走ってるんじゃないかとか、で今言っていただいたように1970年のやつ今もう普通にあるじゃないですか、うん、あるもちろん、もうある、改札通れるしとか、それがなんかこう実用化されるってなるともうワクワクしますよね。確かに、そうか、はい、あの時嘘だろみたいなものが今普通になってると思うと、ね、今回ので嘘だろっていうものが後に、そうですね、入るかもしれない、ね、空飛ぶ車なんていうのはもう実現しますよ多分ね、このまま行ったらね、素晴らしい、空飛ぶ車見てみたいですよね。楽しみです、うん。2025年4月13日に開幕する2025年日本国際博覧会大阪・関西万博の前売りチケットは現在大好評販売中です、うんうん、詳しくは大阪・関西万博公式サイトをご覧ください。いやー楽しみですね、はい、さあ、ミヤクミヤク、ミヤクなんかやりたいことがあるんでしょ知ってる、何わかんないな。友達になった証にみんなで写真を撮りたい。だって、おお、あ、ようやくなんか声が落ち着いてきたか、ね、そこ馴染んできたね、見つけてきた、うん、キャラが固まってきた。みんなで写真を撮りたい。写真撮りましょう、じゃあみんなで、じゃあみんなっていうのはもう会場のみんなも、会場のみんなもね、はい、一緒に、あ、撮りましょう、撮りましょう、はい、じゃあこっちに構成を向けてそうしましょうか、はい、じゃあ行きますか、よいしょ、会場の皆さんとね、一緒に撮影しましょう。誰がどう笑うんで、はい、その後ろに隠れるの誰がどう楽しむボケなんだ映らんでええしな、僕なんか別に別にそのそうなんで、別にボケになってない、おいおいうるさい、黙れもうちょいこっち、はい、それでは2025年大阪・関西万博盛り上がっていきましょうと井口さんが言ってくださるので、すみません、皆さんはおーっとね、もうみんな映る気持ちでいった方がいいからねこれ絶対ね、はい、じゃあいきますよ、はい、もうおーの感じでね、いきましょう、はい、いきますよ、2025年大阪・関西万博盛り上がっていきましょう、おーもう一回、もう一回いきますよ、もう一回、はいはい、もう一回いきます、いきましょう、皆さん思いっきり思いっきり映る感じでいきますよ、はい、2025年大阪・関西万博盛り上がっていきましょう、おー、 OK、 ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと頑張っていきましょうに引っ張られちゃって普通に嬉しいわ、普通に嬉しい、嬉しい、一緒に写真撮れたことが普通に嬉しい、後で写真ください、ね、後で写真ください、
ここでミャクミャクからお知らせがあるんだよね。ありまーす。ありますもっともっとみんなと友達になってたくさん写真を撮りたーい、どうって言ってます。どうすんのだってもうもっともっとっていうかもう撮ったし、いやいやもっともっと会場の皆さんと、だってもう映ってない方もいらっしゃいますからね。どうすんだよ、なんと無理だろ。この後の休憩時間にミャクミャクがエントランスのフォトスポット付近に遊びに行きます。やった。皆さんとお友達になった記念に写真を撮りたいということですので、ぜひフォトスポットに行ってミャクミャクと仲良くしてください。あーすごい、これは本当にすごいわ。撮れるんですね。撮れる、せっかくですから皆さんね、仲良くなってください。これは嬉しい、思い出になりますからね。それでは最後に南波さんから一言メッセージをお願いします。はい、お願いします。はい、まずは、このステージに僕たちも出演させていただきありがとうございます。ありがとうございます。2025年では日本で万博が開催されるということで、僕たち自身もすごく楽しみにしています、うん、この後も皆さん TGC 引き続き楽しんでいていただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リルリーグのみんなはこの後ライブステージもありますからね、こちらも頑張ってください。皆さん楽しみにしてますね。皆さんみんな応援してますよ。いやすごい、ます楽しみ。以上エキスポ2025スペシャルステージ、ゲストはリルリーグの皆さん、そして大阪関西万博公式キャラクター、うん、ミャクミャクでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやすごいわ、素晴らしい、嬉しいな。